デカ盛り師チャンネル。おいぞ今日は梅ちゃんだけ。はいはいはい。デカ盛り師チャンネル。デカ盛り師チャンネル。ためとこシータ、ためとこシータ、はい、ジャンプしてます。あらす。なんかですね、はい、これから森さんが僕にドッキリ仕掛けるっていう情報を聞いていますので、そうなんですね、逆ドッキリで、はい、あもうかそっちにもうええさ帰りなさつって帰って、もうドッキリ言えるタイミングなくしたろうと思ってなくしたゆえ帰ったろうと思って、帰ってから森さんこれドッキリじゃない、多分電話かかってくるんですよ、はいはい、その電話かかってくる時に知ってますよ、逆ドッキリですもんねってやったろうかなって思います。なるほど、はい、急に喧嘩始まるんですよ、もう見てると、はい、ただわざと喧嘩が始まります。それ全部知ってます。そういうとこもね、森さんの演技を見てくださいということで、始めていきたいと思います。皆さん、高評価とか押してくださいね。じゃあ行きましょう。おいしょ、デカ盛り師チャンネル。こんにちは、デカ盛りチャンネルです。デカ盛りチャンネルです。バイヤーさんです。梅谷。梅谷。梅谷ちゃんどうしたん？マスクかぶってよ。はい。マスク。で一応やっぱ外やから。ああそうね。やっといた方がいいから。外のが取っていいらしいよ。あ外のが取っていいんすか。バレるから。今日ねちょっとほんま急遽呼び出したんやけど。はい、ほんま急遽っすね。ほんま急遽。緊急で動画撮ってるから。はい。マジで。まあ、普段ほんまやったら今日普通に飯行こうって感じやったんや。はい。で DM で。梅ちゃんとデカ盛り師ちょっと飲みに来てくれへんかっていう DM が入ってポンって。怪しい。怪しいやろ。それ怪しいっす。でもそれをちょっと行ってみ、逆にじゃあなんかぼったくりでもいいやん。別になんかそんなんやけど俺は一回行ってみようかなって。まあまあそうっすね。梅ちゃんは YouTuber やん。一応はい。一応そうやん。一応やらさせてもらって。俺はもうヤクザ系サッカー選手やん。ダメダメ。ヤクザ系サッカー選手やん。いやいや、冗談。いつから使えへんか。いつから、ま、イカツイ系サッカー選手やけど、俺は NG があるんだ。え、NG あるんすか。お化け、絶叫系、あとドッキリ系。ギャルやん。ギャルと同じ NG 持ってますやん。え、かわいい。NG かわいい。僕 NG なかったんですけど、唯一あるんですよ。何？一個だけ NG あるんですよ。一個だけ言って、二つ言ってくれ。一個だけや言ってるんですけど。激辛ラーメン。あー今日そんなんじゃないの。俺あれ一回って失神してるんですよ。それ今動画に出されへんぐらい失神してもうて、そっからもう激辛ラーメン NG 出してます。だからちょっと行ってみよう。はい。DM の内容ちょっとこう犯せないんですけど、ちょっと行ってみようかなと。はい。逆にさ、普通やったらいかんよ。僕は絶対無視します。だろ。でも俺は逆に行ってみよう。まあまあ、僕もモルさんおったら効率です。やろ。はい。最悪攻撃です。お願いします。あ、俺立て。まあそんな感じでちょっと行ってみましょう。はい、行ってみましょう。じゃあ、行ってみます。じゃあ、デカ盛り師チャンネル着きました。ここですか。ここやねん。絶対違うやろ。ね、この近くっすね。この近くやねんけど、なんか一応そのプライベートで来てくれっていう手やって、はい、動画やめてくれって言われてんねんよ。あそれもあるからちょっと行きたいなと思って。はいはい。じゃあ普通に飲んでっていう感じ。そうそう、飲んで、で一応もう格安でやると。優しい。だから動画だけはやめてくれと。あ、なんか話とかしたいんかもしれないですね。デカ盛りさん、梅谷さんと一緒に来てくださいっていう手当て。おお。じゃあもう知ってくださってる方。もしかしたら、俺これ初めましたよ。ファンの方じゃない。めっちゃ女の子いっぱいおるかも。それ熱ー。激熱やで。熱ー。で他のお客さんもおるから一応手取らないでって形。あ、まあそうです。まあそれは頭あると思うし。そんな感じでちょっとじゃあ行きますか。はい。じゃあ行きましょう。やば、やばくなかったです。マジ腕折れてるやん。曲げれる？伸ばせる？折れてるやん。折れてる。やばい。大丈夫。しかもなんか緑やん。折れてるからグッとすんのやめてください。え？グッとすんのやめてください。グッとすんのやめてください。ということで、まあ、着いたんで、はい、こっからちょっと、まあ、よしがうまくやってくれましたが、はい、まあ、一応その記録用で。なるほど、なるほど。なんかあったらこれ出さへんかな。なんかあった方が出した方がいいっすよ。せやな。何もなかったらなかったで出さん方がいいっす。普通に飲んでるだけっすよ。せやな。とりあえずじゃあ行ってみましょうか。はい。行きましょう。じゃあ行きましょう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。え、ほんま3000でいいんすか。全然。一応映像も撮ってないし、はい、その一応梅ちゃんと一緒に来ました。はじめまして。はじめまして。お願いします。お願いします。マキイカです。違う、でかすぎるのよ。でかすぎるの。飲み物はどうしましょう。梅ちゃん何飲むの。ハイボールで。ハイボール。俺は芋のソーダ割りで。芋ソーダ。いいっすか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早っ、出てくるの早っ。早っ。梅ちゃん、じゃあみんなさんありがとう。
ちょ俺も加入決定ってことで。あ、違う。それも見てくれてて。あ、こっち。え、でもそれ言っいいっすか。めっちゃ応援してくれてるんですか。あ、そうしました。すいません、いただきます。ありがとうございます。え、じゃあ普段は結構見てくれてるんですか。普段はもう同世代なんで。あ、今年もあのデカ盛り師君と一緒なんで。マジか。もうずっと見てました。僕もうサッカーやってたんで。あー、嬉しいなー。そうだ、だってそうだったらなんか梅ちゃん、マキと俺って感じやったやん。けどやっぱ梅ちゃんと俺ってサイサイサイ、サイおった今。サイっていう感じなんですよ。梅ちゃんもこんな感じ。っていう感じ、はい。梅ちゃんいつもこんな感じやん。僕はい。あの酔ったら陽気になる感じ。ああ。だから酔いたいですね。早く。なんかチャームとかあります？あ、チャームあります。手見た感じや。ほら、ちょっと大したあれじゃないですけど。いいっすか？はい。チャーハンあります？チャーハンはないやん。ないっすか？チャーハン。チャーハンあるっすか？あります。え？あ、はい。出前で。あ、今日ええですわ、じゃあ今日ええの。じゃあ今日飲もう。飲もう。で、梅ちゃんも最近あれやもんな、あの、素材地の日本で落ちたっていう。はい、ガッツッとしました。ありがとうございます。これ、なんすかこれ。2個。珍しい。梅味って書いてる。食べよ。食べる。柿ピー2個珍しい。柿ピーと柚子胡椒に合うん、これ。あ、え、これ名物なんすか。普段から1かき。もう1かき。もう1かき。出てきてますやんか、もうこれ。なあ。でも嬉しいやんな。はい。こうやって。普段は怪しいなってなるよな。どう。いや、ほんのり梅の香りがしますね。これの感想っすよね。この感その感想言うてくれ。でもなんでで DM してくれたんですか。いや、もうずっと、あの、応援してて。もうほんまに、あの、昔からというか。あ、ほんまなんすね。世代別の時からもうずっとやっぱり見てて。で、梅ちゃんと絡んだとかっていう動画あって。へぇ、嬉しいやんな。はい。いいですか、今日貸し切りで。全然、あの、来てくれはるって言ってくれたんで貸し切りにしました。いやー、まあ、大丈夫。それ俺の力やわ、これ俺の力。いつもありがとうございます。いい、全然、全然。うん。いや、結構楽しかったな。いや、もうやばいな。もう1時間でこんな話できると思わなかったっすね。こんなに飲むかっていうぐらい飲みましたわ。じゃあ、ちょっと俺らも次やるから、はい、ちょっとおかげしよっか。じゃあもう最後、グーいきますわ。グーいく？じゃあ乾杯しよう。グーし。じゃあちょっとおかげ。まあ、ここ俺ちょっと払うわ。ありがとうございます。いい？えぐいわ。え？えぐいわ。3でさえ6000じゃないですか。えぐい。え、どうですか。えぐいわ。何ですか。え、これマジですか、これ。あ、ま、マジですか。マジですか。うちの生理料金。え、14万。え、これガチですか、これ。あ、もうそれがうちの生理料金なので。チャームだって4つあるっすけど、だってチャーム2やったっすよ。柚子胡椒も入ってたんですか、あれ。あの柚子胡椒1000円するってことですか。で、これ何、これ A。 A って何。これ A ってなんすか、これ A って。いや、もうそれはもう一度。どういうことですか。貸し切り代8万あるんですけど。え、貸し切り代。貸し切りは普段からいただいてますけど、貸し切り代として。あ、その値段。え、これほんま大丈夫なん、これで。ほんまに。はい、A、まあ、アイス。 A、アイス。怖いでしょ、これ絶対。これ個数やん。塊じゃなくて1個やで。1個1個の値段。あと割り物。え、でも俺その DM でも証拠あるんで、これちょっと払えないっすね。いや、ハロウィンってどういうことですか。え、でも DM で写真撮っていいですか、これ。写真撮って、もう撮らんでも払ってもらうとうちも困るからね。でも、あの、一応撮影とかなしでとかってなってたじゃないですか。これでも女の子とかおったら分かるんですけど、これほんまいけるんですか、これで。やばいっす。これやばくない。やりきるからよ、飲んだ分の額やからね。いや、僕ちょっと払えないですね、これは。払ってもらうと困るけど。いや、払えないっすね。ほんまにあるんやな、こういう店。ほったくりみたいな。ほったくりもないもん、飲んだ分入れてるから、なおほとんど違うやん。まあ確かに飲んだし、チャーム、だって、柿ピーの、だって。1個1000円ってやばいっす、ね。払うと払えへんか、つぶしなくて。払ってもらうと。セットでだって、3000円って言われてるから、別にそんなめちゃくちゃ飲んだかったら、そんなめちゃくちゃ飲んでないし。でも飲んでるやん、実際。いや、無理っすね、こっちは。いや、無理じゃなくて、いや、こっちは無理っすね。いや、それは。じゃあ無理無理同士で、じゃあ、それで無理無理同士や、無理無理同士
で無理ですか。いや無理ですけど、いやいや言うたら分かるやん。やっぱ俺は笑いでは無理やわ。これもうこれガチやわ。めちゃこれガチやわ。いや、おちょこり持ってるだけや。貸し切り代とかってそんなん取ったこと俺初めてっすよ。うん、そうしない。うちはずっとそれやってるからね。あ、そんな感じなんすね。もうその仕掛けに来てたんですよ、DM の時から。おかしいっすもんだって。いや、もうそれやったらもうなんかあれっすよ、上の人とか連れてきてもらったら。いや、その上の人に読んだところで払うのは変わらん。いや、ちゃんと話したら多分いけるかな。ちゃんと話すもんだけど、話せてないやん。おかしいっす、普通に。でも、でさっきめっちゃ良かったのに。お金の話やからね、これ払ってもらうと。あんな気笑ってて、そんな顔してます？急にそんな。いや、急にもそうないやん。うん、払えふうしてますやん。はよ払えって。いいか、はよ払えよ。ゆず胡椒が1000円なのが一番気になる。ゆず胡椒とかもうええのさ、もう早払え。拾えるもんだって、たまに道で。何、上の人間、読んでないの。じゃあ、上の人読んでどうなるんですか、僕ら。話したやったら話したらええやん。いや、もうこれおかしいって。チャームが4つ出て、こんなゆず。チャームが気になるんですよ、ほんまに。なあ。え、いらっしゃいませ。で、これちょっとおかしくないですか、これ。これおかしい。これセット料金僕ら3000で DM 来てるんですよ。に割りもんとか。でもこんだけもんでもらってるんで。でも1時間ですよ。まあ、時間は僕らまあ1時間でも飲む人は飲むんで。うん。え、正規なの？これ正規って。正規なの？これ正規なんですか、これ。でもで貸し切り代8万なんですよ。全然それが正義でやらせてもらってる。貸し切りにしてくれってこっち何も言ってないんですよ。何も言うてないっすよ。え、最初でも貸し切りにはしてますって言ったんちゃう？言うて。え、そこでお客さんはそこのお金とかはちゃんと聞いてくれてる？いや、聞いてなかったっすね。セットは3000でやったやろ。で、2人6000円で。でも俺はこれちょっと払えないっす。ほんまにちょっとそれは無理っすね。え、これ全部お兄さん理解はしてるんですか？理解できない。チャームだけ。チャームだけ。わかりました。じゃあチャームと、うん、800円切りますわ。あ、4800円切ってくれ、うん、13万6000円で。でもちょっとほんまちゃんと話したんやけど、その貸し切り代もおかしいし。その貸し切り代、うん、こっちは伝えおばちゃん伝えたやろ。いや、でもほんまちゃんと話してくれると思って話すんですけど、貸し切り代8万っておかしくないですか。じゃあそこも割ってほしいなと思うから。ほんならいくらやったら払えんの？正直この金額他のお客さんはみんな払って帰るから。みんな払って帰るんですよ。それがダダこねすぎちゃうか。まあそうっすね。ちょっとまあダダこねたいっていうわけ、うん、なんかちょっとそこをちょっと話したいなと思って、うん、まあバーの人はちょっとなんかちょっと話せないから上の人呼ぶって。だからおかしいことしてるんか。いや、こっちは正義やってるから。なんかおかしいやけど。逆にね。逆にもう赤もう落としからもうちゃんと払え。10万ならちょ、あ、10万でいいっすか。え、何が気になる。やっぱチャームって気になるっすか。チャームも気になるけど、うん、楽しかったんよ。はい、楽しましたよな。楽しかった言ってんやったらもう楽しくもうそんだけ払って帰ったらすぐ済むんじゃないの。ああ、じゃあ梅ちゃんごめん。じゃあ俺が DM 来たからここは俺払っとくわ。はい、ありがとうございます。でも10万にしてもらえないですか。いや、もうほんなら10万置いて帰るよ。置いて帰るよって。おちょこってやろ、10万置いて帰る。いや、もうじゃあ早く10万も早く払ってください。じゃあ10万置いていきます。じゃあもうお兄ちゃんらもちゃんとやりや。でも僕らのこと応援してください。ほんで応援し、でも DM 送ってたらファンなんやろうけど。で、梅ちゃんなんか納得感とかあったら言った方がいいやん。ほんまにこれは言った方がいい。いや、俺も言うから絶対。いやいや、だから耳元で言ってみ。お前ら早せ、マジで。晴れます。晴れてもうチャームいじりすぎや。もうおもろなってきてどんどんなあ。向こうも笑ってたしな。完全にやられてるっすよ。でも俺が DM 来たからもう神締められたの。どうしよう。もう DM 来たやつ無視でいいっすよ。無視したもんか。絶対したもん。いや、すいません。お前バーテン 2m ぐらいだね。あったよ、2メーター。あった2メーターで。あれは怖い。ゆず胡椒こんなんで。いや、マジで怖かったわ、ほんまに。いや、笑ってるけど10万払ったじゃないですか。払う。いや、もう全然俺はまだあれなんですけど、その。いや、でもお金で解決できないとまあ、いいかなと思ったけど、こういうとこに行かないでっていう。もう絶対そうっすよ。まあでもまだこれ検証していきましょう。なんで10万なんだよ、こんなハッピーなこの人。いや、もうほんまきついよ。アコも行ってこよう。アコも行ってくるわ。いや、もうそれはアイスの A って言うなよ。それはそうやな。でもドッキリやと思わなかったでしょ。全く。なんかもう、なんかふざけ出したりしたから。なんかグイグイってしょけてるからもうなんか。そうそうそう、そうなんて言わへんかなみたいな。そうそう。もうボケすぎっすよ。
でもそこはもうそれが逆にだからそれが本気か本気じゃないか分かれへんかったし、モリスちょけたら長いからな、そういう雰囲気でもなんかちょけてやってんかなと思って、あ、ほんま、よりガチやんと思って、だから俺もふざけだろうと思いましたもん、逆に聞いたろう、逆にいや僕はずっと緊張してたっすもん、緊張感分かれへんかったっすもん、分かってたってことですよね、だから、いや分からんかったよ、なんで、だから目協力してもらって、怖いっすよ、じゃあ仕掛けに来てるか分からんかったっすよ、だから、あ、ほんま、モリスはもう時が 長かったな、大下の署名臭かったし、いやいや、もうええって署名、うん、署名多分ええって何なんすか、署名って、ね、署名、ね、署名、ね、署名、お前、何トイレ掃除してる？してる、バリ臭いけど、大下のなんかトイレ臭いってか、いやいや、臭い、臭い、昔の、昔の、昔の、臭ない、臭ない、ケンちゃん、ケンちゃん事件、臭ないよ、トイレあんまりいい匂いとこないっすね、最近、最近いつ漏らしたん、何その漏らしたとか、お前しつこいな、お前それ、ほんまに、でもあれ面白かったな、いや、おもろないか、おもろない、おもろない、お前しつこい、マジで、でも、大下、でも俺は大下も好きやけど、その好きとか言うててもしつこいよ、しつこかった、うん、だいぶ、ごめんごめん、しつこい、この二人いつもこうなん、ほんまにだるいからな、でも、マジで、ほんまに、手を気にしてるもんな、気にし、まあ気にしてるっていうか、普通に、普通にちょっと腹立つ、マジで普通に、でも普通は、でも、でも、でも普通は漏らさんだよ、いやいやいや、しゃあないやん、俺漏らしたことあるっすよ、あるしゃあないやん、こっちも漏らしたないし、別にそやな、でも、漏らす、いやいや、漏らすやん、でも、便器あるやん、便器に出せばいいやん、マジで地図でもう乗るぐらいやん、ほんまに、お前だるいってほんまに、もうええやろ、そんな話、もう何ヶ月前、そやな、何ヶ月前やったっけ、あれ、いや、もうええってだけど、ほんまにだるい、ごめん、もし、いやいや、ごめんとかじゃなくて、ほんまにだるい、ほんま、めちゃくちゃカリカリしてるよ、立ち残りっすよ、ほんまにな、なんでそんなカリカリ、いや、お前原田さんは分かるけど、ションベンの話したらあかんの、いやいや、あかんとかじゃなくて、俺なんかションベンしたら、なんか大志のションベンの話めっちゃ思い出すね、だからボリシの楽しいと大志の原田さん、ああ、そうやな、俺それがもうこうなったやな、なんでお前も横で笑ってんの、いや、でもそれちゃうやん、それちゃうやん、それはそれは大志、ね、じゃあ俺が言ったら、じゃあ、じゃあ、まあ、じゃあ知らんやん、いや、なんで笑ってるのお前も一緒に、いやいや、普通に、うん、まあいい、もう、もう、大志も、そんなの、俺が悪い、ごめん、俺が悪い、じゃあ、誰が悪いとかじゃなくて、でも大志が、なんで梅ちゃんもそんな一緒になって笑ってるの、いや、俺さん、なんか、ずっと言うてるから、そんなカリカリしてる、いやいや、言うてる、言うてる、そんな馬鹿にしないっす、全然、そんなカリカリしてる、いや、カリカリもするやろ、さ、ごめん、大志、俺がそういう正面の話したからさ、いや、違う違う違う、うん、また言うてますよ、うん、ごめん、大志が正面漏らした話したからさ、俺、違う違う、なんで梅ちゃんもそんな、何、いやいや、それはもう、しょうがない、そんな、そんな、梅ちゃんはそんな、もうバーターやから、そんな、もうバーターとか、バーターではないけど、バーテンやから、大志、そんな、違う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 、いやいや言うてんの、お前も、この前もしつこいし、ね、お前も横で笑ってるのが腹立つのやつ、あもうストレス溜まってる、ストレス溜まってる、ストレス溜まってるもん、何もないやつ、もう、いじってないっすよ、僕は、YouTube 出てるから、その偉い、偉いと言ってない、そんなもんだ、そんなもんだ、そんなもんだ、でも偉い、もし偉い、いや、知らんやん、こっちから知らん、もし、でも見てるやろ、いや、見てる、見てへんとかじゃん、もし、でも、どっちなん、見てる、見てる、めちゃんのやつ、たまに、たまに見てるやろ、でも、だからムカつくんだ、いや、違う違う、なんだ、いつもと俺の星のやつあるやん、いやいや、じゃあいつものやつとかやってる、え、攻撃心配待ってたしな、俺と星やっぱ長いから、じゃあなんか遅れてきてるやん、今日のなんか、いや、まあでも、はい、そうですね、まあほんまやったらゲームの撮影とも一緒よ、いな、まあ待ってんねや、こっち、うん、そうですか、まあまあまあ、それはだって、それは星正面漏らしてもしょうがない、いや、関係ない、また、いいな、それで、何遅れてきて、それで一緒になんかちょけて笑ってて、なんかもうちょくられてるとしか思わへん、おし、マジ綺麗やん、ほんまに、おちょくってよ、笑ってるやん、笑ってないっす、笑ってるやん、笑ってないっす、そのあたりのお前あれやろ、うん、あの、もう住んでんやろ、話は、うん、いや、住んでないやろ、それどこに、遅刻してきて何、そのごめんもクソも聞いてへんやん、
いや、ほんますまん。いや、謝る気ないよ。すんませんって言ってるやん。いやでもそれは。言うてるだけやんけ。もし、でもそれは。じゃあ、お前黙れ。その言うてるだけやんけ。もし、大石が。遅れたらお前やんって。大石がしょんべん漏らしてるから、もうしょうがない。いや、関係ないって。黙れよ、マジ。ごめん、ごめん。それはほんまに。いや、普通に謝るってない。お前の普通ってないね、じゃあ。いや、普通に謝りましたよ。謝ってへんって。もし、じゃあ、ほんまそれ、梅ちゃんに言うのは、もう、やめて、やめて。梅ちゃんの言うも、くそもないって、だから。帰っていいですか？帰んの？もう、いや、帰れって、じゃあ、もう。どうしよう。それやめてや、ほんま、それは。なんでもないっすよ。なんでもない。いや、じゃあ、なんか、もう、あかん。もう、ほんまに、無理。何言ってんすか？よう、わからんっすよ。じゃあ梅ちゃんが1個言えばいい？ほんまに全然思んないっす。梅ちゃんが1個、はい、ほんま面白いこと言っていい？じゃあほんま、で、あかんって梅ちゃん。こんなすごい、まあ、梅ちゃん、そんなめっちゃ…じゃあ、もうええって。もしいっしょ、もしずっと言うてますから。お前やんけ、わけわからん。いやもう、やめや、ほんま、まーちゃん、ほんまに。お前やん、遅れてきて、なんかお前。もう、俺、帰ります。いや、もう、それはしょうがない、します。あの、後で連絡します、帰ります。ほんまに、もう帰る？もう帰る。全然もない。ちょっと、もう、帰るよ。もう、意味が合わない。いや、わからんじゃん、お前、これ。ちょ、マジで腹立つ。まあ、大石、結構厳しいもんな。ごめん、俺がしょんべんの話したからやわ。で、笑ってた。厳しいもん、くそもないって。ごめん、なんか全部今日協力してもらって、ほんまな、仕事もあるし、ほんまごめん。あいつマジで何なの？そんな、そう、偉い。偉いとかさ、偉いとかじゃないんやけど。梅ちゃん、もう普通にやで。意味わからんやん。梅ちゃん、俺に、ドッキリとかじゃないじゃん。いや、全然違う。っていうか、俺らも、大石のことわからんとか言ってて。大石、ごめん、じゃあ俺がトイレの正面の出たしたから。いや、それはほんまにしつこい、マジで。いや、ごめん、ほんまに。とりあえず、どうする？どうする？一回、じゃあもうほとっとやろ。知らんもん。あれしよう。ガチや。ガチや。知らない。いきなり変わる？いや、梅ちゃんってあんな感じなんかな？いや、梅ちゃんと飲んだことあるけど、そんなことないで。梅ちゃん、普通に、いや、すみません、すみませんって目笑ってないねん。え？だから、止められへんやん。たぶん、これは、よかったと思うねんけど、どうする？まあ、とりあえず僕らは梅ちゃんと合流します、ね。それか、一回もし電話するか。連絡してもらって。俺、梅ちゃん電話するわ。一回電話して。はい、俺らも、当時もちゃんと謝ろう。梅ちゃん、はい、梅ちゃん、帰った今、歩いてます。どこに？新佐川市方面。あ、そうなん？今日、また。あ、じゃあ、梅ちゃんごめんな、今日。なんか俺、全部、あれ、ごめん、全部ドッキリ。え？これ全部ドッキリやね。ほらん？これ王子とか全部ドッキリやね。え、あんな怒ってたのにさ。そう、てってれーやね。ほらね、うん、それ全部して僕が帰るっていうドッキリですわ。なんやそれ。俺これガチ。ガチこれ。よっしゃ。カメラずっと回ってます。マジで。帰りたいの。俺梅ちゃんあんな帰るの見たことない。俺、梅ちゃんマジ帰るんや。俺、こう見たの忘れることないかな。飲もう。よっしゃ。帰るわけないんだよ。
いつ俺がそんな切れる理由ない。おし突破しないで切る時あるやん。いやあったとしてもそんなめちゃにない。マジか。万が一ですよ、切れたとしても僕は帰る。ノーチャームも言ってたな。え、なに、なに、なに、ドッキリですか。ちょっとこいつ、俺はマジで分からんかった。俺全部してました。やられた。大成功。そりゃ無理やな。全部演技ですわ。全部全部。マリちゃんどういうドッキリやった。いや、ぼっ、いやいや、その後のその後、うん、いや、分からへん。そう、俺梅ちゃんにドッキリしようと思って、うん、え、そんな話聞いてた。全部聞いてた。一人だけですわ。そう、ほんまにほんまに全員と、あー、そうなんや。やられた。何やねん、それ。何やねん、それ。いや、もう、エグ谷やな、お前。エグ谷。じゃあ乾杯しよう、うん、じゃあみんなで乾杯しよう。ドッキリ大成功。こいつ俺にドッキリ仕掛けたらしい。夜道気をつけて。怖い怖い怖いな。